どうも、トートンのきよみでーす。はい、後ろからマネージャーでございます。はい、11月のお知らせでーす。見たことある人。着物元藩の酒井です。4代目です。よろしくお願いします。どうぞ。4代目の嫁のまきえです。よろしくお願いします。若おかみ。着物元藩の話をちょっとだけさせてもらうと、ちょうど僕で4代目になるんですが、ひいおじいちゃんの、もたろうが創業したお店です。もたろうっていう名前が今もたはんってなって、まあ地域の愛称みたいな、屋号として残っていたものを3年前境呉服店っていうところから名前変えるときに復活させて、ナビだとまだ境呉服店、ね、そうですね、あナビはあの境呉服店です。3年前なので、うん、新しくしましょう。更新してない。Google はもうギリギリあれですかね。あ、本当に私更新してない。そうです、着物もたはんになってると思います。で、まあ、お店としては、まあ、古いんですけど、まあ、気軽に入ってもらえるお店として、あの3年前にまたリニューアルさせてもらって、実は今年の7月ですね、うん、トントンさんのご夫婦が入ってくるのが、そう、うちちょっと目線を切って足元だけ見えるようにしてるんですけど、そうそうそう、ご夫婦が着物姿で入って、あ、着物の夫婦が来たと思って見てたら、うん、トントンさんだった。びっくりしました。なんか YouTube で見たことあった人が急に現実世界に来ると芸能人効果でした。ありがとうございます。どん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 ファイヤーなのに。すぐ後ろに下がって家に行って、トントンさん来たみたいな。ハレンブロスを買いに来たわ。そう、ちょうど地元の祭りが台風で中止になった時だったので、なんか、あ、なんか森田花火中止になっちゃったって裏ぶれてる時にトントンさん来たので、トントンさん来たのでちょっと嬉しかった。あ、よかった。もうすっごい、だってもう浴衣だらけの時に来てました。そうですね、うん、だからあれで 3,4 時間喋ってましたもんね。そうそう、喋っとった、喋っとった。店でね、何の話したか覚えてないですけどね。私も一つも覚えてない。一つも覚えてるのは、自分があの仕入れると青い反物ばかりが増えるっていう。そうですね、そうそう、偏り生まれちゃうのか。それで話した覚えがないっつって。そう、それで、まあ、その頃うちらのね、夫婦が抱えとった問題はレースの着物を、あ、そうですね、レースを作ってくれるところをやっと見つけたけど、どこで作ってもらうかがわからないという状態になってて、地元ではもう探せれなくて、元藩さんどうかなって思ってふわっと言って、あ、その時全然その話されませんでしたかね。しなかった。私の心の中だけで元藩さん見に行こうと思って。いや、ありがたいですけどね。急にですよ。急に前の日に。違う、朝、朝、朝か、朝普通にぼーっとしてたじゃん。で、私が元藩さん家行くよ、はって。え、俺も着物着るのみたいな。それ誰ってならなかったの。アズテレ見てたから、あ、そうですか、知ってるってはいたんだけど、なんで今日、え、何って言って行くからって、分かったって言って着物を着て。そう、僕はトントンさんは実はもちろん知ってて、あ、小松菜市パンをいつか買いに行かなきゃなと思っていたら夏になってたんですよね。アズテレに出た3月ぐらいだったので、うん、そっから4ヶ月ぐらいぐらいですかね。ですね、はい、いや、うちらも元浜さんのとこ行きたいねって言ってたんだよね。そうそう、前から、うん、生きてみたら一回、やばい、30分ぐらいのところ、近かったっていう。なんや、近いやんって。結構、結構近い。金沢と変わんないじゃん。そう、実家行くより早く着く。そうそう、インターも近いですよね。そう、福井北、福井北が一番近くて、ね、うん、そうですね、福井北からすぐの、うちも小松からインターすぐやから、すぐやったっていう。で、後日、ちょっとマネージャーからメッセージをいただいて、たんでしたよね、確か。いただいてそういう話になったので、お、ちょっと飲み込めなかったんですけど、バックミュージックが流れてる。あ、すごい。なんかおしゃれな音楽。でもうちの店の音っぽい。いけません。はい、どうぞ。大丈夫ですか。大丈夫ですか。あ、大丈夫です。それで、まあ、そこからこのレースの着物ですかね。うん、あれでも最初に電話したのってあれじゃないの、はい、あのどうですか、あのレースじゃなくて、
愛妻家協会の話。ああ、愛妻家協会で盛り上がりましたね。そうそうそう、盛り上がり、っていうかもうここで話しましたっけ。そうそうそ う, そう。ああ、で、そうそうそう、作りましたっていう報告が来てます。で、写真撮ってそれが送られてきて、はい、愛妻家協会に北陸に、はい、入会しましたっていうご報告を。石川支部の調査員になられたんですね。そうです、はい、自称ですけどね。だって私あのもたはんさんのインスタのハッシュタグの愛妻家協会っていうのに反応したんだもん、うん、最初ですか。そう、なんかつけてたの。つけてた、愛妻家協会はつけてたと思うよ。そう、うん、で愛妻家協会福井支部っていうのにグッときて、あ、この人ならレースの話持ってたらきっと楽しいことになる。ご夫婦で楽しいことになる。ピーンってきて。きっかけそれ。だってほら、なんでモタハンさんって聞かれた時に、いや、愛妻家協会入ってるからだよ。そりゃ大事だねとかわけのわからんこと言って。いや、大事ですよ。大事よ、大事よ。この話はでも深くなる。深い、深い、深い。目が深いものですね。やっぱりね、女の人を喜ばせる仕事なんだから、まず隣の奥さんを大事にできない男にはろくな仕事はできんだろうと。名言ですね。もちろん、もちろんそうですよね。パンダってそうだよね。そうですよ、もちろん。女、パンダってあの奥さんの味方だもんね。そうですよ、主婦のね、主婦の味方。そうそうそう、主婦はもう子供に帰るぐらい喜ぶ、すぐ買って食べれる、一緒にいただきます、できるっていう食品だから、だから本当に女の人のために作ってるようなところがあるから、家事の負担も減らせるし、そう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 、みんなのお母さんみたいなもんだから。深い。だからこそやっぱり女の人っていうか、まあ、主婦の人とかその女性にね優しい気持ちを持ってる男性じゃないと、うん、美味しいパンは作れない。楽しい着物も作れないと。そうですね、本当に女性が着るもんですから、やっぱ基本は女性が、女性目線で考えられた着物の方が、うん、やっぱりより多くの女性は着てみたいと思うはずなので、うん、着たい人に届く着物なのかなとすごい思いました、ね、うん、話聞いた時に、うん、それは僕らでは考えられない、ね、正直ね。どう考えたって男なので。そうだね、そう、頑張ってもね、顔面が、顔面が男の道を歩いてきて男だよもんね、しょうがないよね、それは、うん、よくね。女性の中で結構鍛えられた部分も、出会ったところも女性ばっかりの職場だったので、そこで鍛えられたのかもしれないですけどね。若い時にね、そういうなんか苦い体験ないと。いや、苦くないよ。苦くない。逆にちょっと甘いぐらいでしたから。なかなかあの女の人の、あの感性は面白いなって思う男性がやる仕事っていうのは結構こう柔軟性があって楽しいと思う。そうですよね、うん、まだまだだから、この着物業界って男性社会の業界なので、そこに新風を巻き起こしてますよね。あ、私ですか。新風なのか、台風なのか。私も余計なことばかりを言って、いやいやいや、思ったことしか言わないっていう。すごい、間違いない生き方じゃないですか、それは。今日もズバズバ言ってたけどね。そうっすね。うどんは嫌いとか、蕎麦屋さんに入ってね。そうっすね、そうそうそう、うどんが4玉しかないやったら、いいよいいよ、うどん嫌いだからって。うどんが売りの蕎麦屋かもしれない、知らないのに、わからない。周りほとんどうどん食べてるのに、うどん嫌いだからって。そうっす、まあどっちも僕も蕎麦派ですから、結局全員蕎麦、全員蕎麦でしたね。誰も4玉食べない。そう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 。そうなんですよね。なんか全然違う話と、はい、いうことで、はい、今日はあのあれですよ、レースの生地を作ってくださる親部に行ってきたのね、はい、みんなでメルヘン親部に、メルヘン親部に、メルヘン親部に、レース工場のテリーナさんという会社さんに伺ったんですけど、まあその前にそのサンプルができたと。うん、できた。で、これはいいんじゃないかっていうので、まだこれ発表してなかったよね。発表してないっすね。ね、ちょっとこっち、あ、そっか、アップされてる。そう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 、アップしようか、持ってみましょう。なんか後ろ、白にします。本当は赤だと赤になっちゃうから、白の方がいいかもしれない。白遠いな、遠いな、遠いな、近い。白い紙が来た、うん、これね、2種類作ってもらったんですけど、上がなんていうの、これ
なんかね、穴の中に星みたいなのが入ってる。ごめん、もうちょっと下ですね。もうちょっと下です。はい。これ見えるかな、見えないかな。細かいですけどね。見えない、見えないよね。うん、あ、そう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 、はい、見えますか。ちょっとアップしようか。こんな感じ。ライト、ここでライト、ここでライト、こんな感じ。ライト、はい、ライトプリーズ。はい、まぶしい。ああいいね、いいね。あーいいね、いいね。もっとちょっとピンって貼ってもらっていいですか。はい、ちょっと面白いな、このどっちから見ても面白いな。こんな感じになりました。照明さん照明さんになってる。でね、その下のやつはまあ穴大きめで作ってもらったんだけど、これはちょっと穴が大きすぎて地盤が見えすぎるっていうので、うん、上のこちらの可愛らしい中にちょっとなんだろうね、滑車みたいな感じですね。うん、入ってる、うん、これがちょうどいい具合の透け具合になる。尻尾文様の中のちょっと星みたいに入ってるのが、はい、これはテリーナさんの奥さんがデザインを起こしてくれて、うん、ね、尻尾文様をもうちょっと長い時間が見えやすいようにっていう風にしてくれました、うん、はい、はい、です。いいですか。はい、大丈夫です。はい、これが結局この柄に決まったと。うん、生地の厚さ的にも、そう、はい、あと刺繍の重さ的にも決まって、何回、3回、うん、柄とかいろいろしたら1,2,3,4,5 種類だね、してくださって、そう、2回目のやつも2種類してもらってるし、はい、どうぞ。もうそれを全て無料でしてもらったという。足掛け4ヶ月後別に。そうそうですね、話がいって、そこからだいぶかかりましたね。で、その間にモタハンさんでお願いすることが決まってね。はい、で一緒にレース工場の方に伺わせていただいて打ち合わせしてきました。はい、そう、今日してきた。初めて会ったんですけどね、うん、いいご夫婦でしたね、うん、ね、ほんとね、雰囲気がね、そうそう、もう愛妻家協会に入ってもらった。入ってもらいたいすぐ勧誘しとった。僕にその資格はないかもしれない。めっちゃ受け取る。腰の低い旦那さんね。ちょうどね、レースも多分うちら夫婦とモタハンさん夫婦の間ぐらいなのかなみたいなね、はいはい、感じやったね。うん、お子さんもね、年がね、あ、そうですね。そうそうそう、世代的にそうかもしれないですね。そうそんな感じで、そう、年齢はそういえば聞いてなかったですけど、それぐらいじゃないかなと思いながら帰ってきました、ね。そうそう、多分そうだろうねって言ってたもん。小一と小二さん。そうそうそう。私らもう二十歳やしね、子供ね。ああ、ちょうどバランスの、バランスのいい感じで、いいチームで、かつ夫婦で動くっていうね。そうそうそう、ちょっと面白かった、ナンバーがね。ナンバーね、富山を先頭、富山、石川、福井で移動するみたいな。そう、北陸チームで動いてます、今。なんかね、北陸連合でした。そう、北陸連合、北陸連合で今動いてて、ね、ちょっとその赤色で、うん、赤色の襦袢来たらどうなるかっていう感じを。照明さん、照明さん、マキエさんが照明さんになった。見えますか、ね、見えますか、こんな感じ。色を変えるとこんな感じですね。透け感がすごいあるから、はい、見えますよね、きっと。遠目で見るとね、なんかその星はなんか見えないんだよね。そんなに見えなくなるんだよね。そこはまたちょうどいいバランスで、そう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 、なんかこう負荷がかかったところはしっかり見えて、うん、こうやってこう浮いてるところはふわっと見えるから、うん、なんかいやらしくないって、うん、何色着ても、うん、生地がしっかりしてる。ここの部分のすごい繊細なところは守られてる、ね、そうなんですね。スペックの話をしてる。スペックの話してる。そう、ここあんま引っかかんないし、もし引っかかってもほんと針でピッピッて奥にやっちゃえば、うん、もうこのね、あの下に置いてあるレースの着物なんて相当昔の。そうですね。全然切れますよ。いいね。全然切れますよ。遠目で、うん、すっごい遠くだともう色無地みたいに。そうなんです、うん、色無地に見えます。見てきた食器もすごかったですし ね綺麗な工場で、本当にしっかり昔からの食器で
そうだからあの食器じゃないとその洗濯ができるレースの生地ができないらしいです。これだけ糸がなんか無理みたいだね。やっぱりこの薄い布にこれだけ刺繍をしていくんでやっぱ破けちゃったりとか、こんなごっつくはできない。なんですごい立体感があって裏もできたり。だからレースってまあいろいろあるけど、なんかレースっていうよりはなんか刺繍、刺繍に言った方が近いのかな。刺繍に穴開いてるっていう、で穴はちゃんと刺繍で全部塞がれてるから全然広がらない、広がらないし、逆にこの穴があるんで洗ってまだ安定着物してない頃とかにちょっとピッて引っ張ったらもう伸びてすぐ形が元に戻るんで洗濯しやすいし、素材が綿ポリ、これ綿で、この生地自体が綿ポリらしいですね。50/50の綿ポリらしいですね。なんで割に本当に扱いやすくて裾さばきも悪くない。早く作ってみたいですね。本当ね、早く着たい。自分で言っちゃったけど着る？着る？着ないって言ってました。いや着たいですよ、着たい。着れるんじゃないかなと思うやけど、下合うかなって。これつけやすいからつけてやすい。ピンバッジはめっちゃ使える。ピンバッジめっちゃ使える、これ穴開けずにっていうか。確かにそういう遊び方できますけどね。全部つける。確かにつける気満々だ。やばい、つける気満々。帯とかいいかなって。いいかね。着物もいけるかもしれないですね、これはね。着物もいけると思う。尻尾だし、ほんと帯とかでもいけるし、それこそ各帯とかも可愛いだろうなとは思うけど、これ折ってるシーンを見てもらいたいですよね。そうですね。あのシュールだよね、ほんと。いや、すごかった。だって女性陣が結構盛り上がってた。私もずっとこう、あ、こうやってできるんや、じゃあこういう形ならできる。新しい姿。もやあの、平岡さんがってずっと熱く語ってて、すごい感動されてたから。どうも、こんにちは。こんにちは。これ大丈夫です、大丈夫です。あ、できます、大丈夫です。あ、そういうこと。大丈夫です、大丈夫です。大丈夫です、大丈夫です。でね、はい、皆さんは、はい、何を知りたいかって言ったら、はい、これが本当にいつ、どんな形で着物になるのか、ならないのかっていうことですよね。はい。それはどこまで言っていいんですか。一応目標を言えばいいんじゃないかな。目標ですよね、うん、目標はやっぱり着用シーズンを考えて4月から、着物として作り出すのが目標ですね、うん、はい、で、ことやね、ここでも販売されるんですかね。はい、ここでも販売されるんですかね。このお店ですか。はい、お店ではどうでしょうね。見てます、うん、見てもらうのはもちろんやっぱりしていきたいなと思いますけど、まあ、ただね、やっぱり全国津々浦々の方が見られてるでしょうから、はい、ネットでも販売されると。そうですね、うん、そうですね、ネットはもちろんやっていきたいなと思ってます、うん、でその準備をこれからしていきましょう。そうですね、はい、初めてのネットショップです。そういう講座みたいな。頑張ってね。いや、もう頑張ります、それは。本当に頑張ります。ショッピングカードつけ忘れんでね。そこつけ忘れないでしょ。あ、ない、何個で買えばいい。個数とか押せとかないよ。すごい綺麗に作られてる。大事なところがない。最後買えない。最後年金支払いのみ。そうただ今はテリーナさんと打ち合わせ中なんですけど、はい、どんなのあるんですかね。少し生地発注して試作品作ってみるっていう感じになるんですかね。そうですね。そう、基本的にはそういう流れですね。一回、着物として出来上がってみて、やっぱ縫製だよね。そうですね、縫製ですね。問題はね、問題は、はい、縫製ですよね。まともに、そう、レースの生地って洋服地の幅なんで着物の反物じゃないんですよ。でも規格が決まっとって、うん、着物がね、40センチだったら、うん、レースは110センチもあるので、うん、で長さも10、19.5メートル、19.5メートルをレース
要は刺繍のこの丸いバンってやって貼らせてさ刺繍するじゃん、うん、あれのイメージだよね。19点ものバンって貼った布の上に一気に刺繍をバーって何百本の針でしていくっていう感じ、この上にですよね。そう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 、うん、だからすっごい長いこうなんか綺麗なパーンと貼った布のとこにバーっていっぱいしていくから、ちょっと着物仕立てだと無駄が多いと。そうですね、生地に無駄がすごい出てしまうので、うん、これに合わせた仕立ての仕方を考えていかなきゃいけない、うん、今その部分をさせてもらってるんですけど。そうなんですよね、うん、で一応私が持ってる元のレースの着物も参考にして、うん、あの今日見せてもらって、そう和洋ミックスで作ってるので、これもともと洋服の生地のレースの生地なので、うん、だからそれでなんかなるべくこういうレースの生地なんで、生地自体は安くないのね結局は、うん、だからどれだけ無駄をなくして、あのこれにこのレースに合った縫い方でコストをだいこう下げていって、割に買いやすい価格までどう持っていくかっていう、そうですね、とこですね。オリジナル生地なので、そう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 、やっぱこれも後染めて後で染めているので、そういったところでやっぱり生地としてはいい生地なので、そう生地としてはいい生地だし、多分普通に呉服屋さんがこれを買いました、じゃあ着物で仕立てますって言ったら相当な金額になっちゃうね。そうですよね、そう普段着っていうのになっちゃうよね。ちょっといい普段着ですね、生地が高いから、ね、そうですね、そんな木綿の着物として考えてしまうと全く違うものになると思う、うん、こちらはソーレースです。はい、ソーレース富野象徴そうです、貴族のね、貴族の証そうです。どこまで言ってるのか分かんない勝手に言ってる日本人みたいなんですけど、そうそう貴族を知らない知らない日本人、一般庶民ですけど、まあそれはいい生地なので、そこのところと、うん、まあ、縫製の部分とのバランスを見て、うん、今鋭意相談中ですね。そうですね、はい、できっとね、これね、チャットで今頃ね、おいくら万円、おいくら万円って書かれてると思いますでしょうねでしょうね、でしょうね、でしょうね、こちらも知りたい、ね、だけど今ちょっと縫製工場の縫製のその仕方で金額がだいぶ変わるんで、ね、だいぶ変わりますね。どこまで、まあ、妥協するじゃないですけど、洋裁のやり方っていうかね、縫製のやり方で着物を作っていくかっていうところで、うん、そのあれですよね、今盛り上がっているのが祭り縫い云々観音問題です。そうですね、祭り縫いをこれ手でやるとあれだけど、でも洋服のそのね、祭り縫いのミシンっていうのも結構す、うん、もうハイテクになってて、うん、でそれがどこまでこの着物の生地で素敵にできるか、うん、それでもし仕上げれればすごい、そうですよね、早くお届けれる、スピードはそうそうそう、もうちょっと襟とかを作ってもらうところ見ましたけど、圧倒的に早いですね。全然早いですね、はい、恐ろしいスピード、まあね、確かにね、そこをミシンで塗っちゃうと地盤みたいになっちゃうからね。そうそう、スティッチ出ちゃうので、アイロンかけてスチームアイロンババババババってかけて、そこバーバーバーって塗って、ピー、うん、ピーっていう、なんかレーザービームみたいな音出ますからね、うん、相当速い針が。ただそれだともう普通に、ね、中国で縫製したような浴衣になってしまうので、うん、そうじゃなくてやっぱりある程度いいものなので、うん、着物に近づけた縫製の仕方で、うんうんうん、それをかつ縫製工場でやれるっていうところを今探しているので、まあ数社ちょっとお声掛けさせていただいて、うん、進んでおりますね。でそれ着実に進んで数社を試して、それを試し着して、どれか洗ってみてね、洗ってみたりし て,、ね、て, りし て, てもう大丈夫だっていうのになって、商品としてそうです、ね、みんなにそこで届けたいですね。そうやね、うん、来た人がこれあかんわっていうのじゃね。そうですね、ちょっとそれではもったいないですし、もったいないですね、せっかくここまでしてくださってるんで、今日会って特に思いました着物好きな方だし、そうそうそう、可愛いものづくりやっぱされますしね、そ
こんなところに気配りがっていう感じですね。そう、可愛いレースいっぱいありましたね。ありましたね。キャキャキャ鶏とかね。ねー、全部やりたい。そうそうそう、可愛いがいっぱいある会社、はいはい、そうですね。うん、あ、本当にこれはちょっとみん、あの、実際に一回来て試してみてでやってみると、うんうん、でもね、モタハンさんってねすごいなって思うの、はい、こういう話に乗るっていうこと自体が、いや面白そうだったいやだけど、はい、やっぱり抵抗があって叱るべきだと思うんですよ。しかも4代目なわけで今までのやり方とガラッと変わったやり方でやるってことじゃないですか、うん、縫い方だって技師さんにお願いするんじゃなくて、どうにか縫製工場で一気にこう、うん、たくさん作る方法がないかとか、納期短くて、ね、そうそうするとか、うん、それから、うん、まあ、今回お話しいただいて、うん、やっぱりいろいろ考えさせる部分がちょうどタイミングが重なったというか、うん、例えば今年の夏、浴衣の反物を、うん、あの地元の和裁師さんに頼んで仕立てるんだけど、本来だったら1週間前後で出来上がってくるものが納期遅れちゃったりして、うん、お客さんが来たい時にあの提供できなかったり、うん、和裁師さんも福井っていう中だとだいぶ減ってはきているので、うん、っていうことですとか、あとやっぱり僕らももちろん仕入れる側、うん、商品を仕入れる側、まあ、業界っていうか、まあ、としては問屋さんを通じて、うん、あの仕入れをするんですけど、やっぱり欲しい、自分が欲しいものをお客さんに提供したいっていう思いが僕ら強いんで、ただそれが少ないというか、なかなかそういう自分がおすすめして売りたいなっていう商品が少ない、商品なのか何なのかというか、売りたいものが少ないっていうのがあって、うん、いやそうなんですけど、うん、でやっぱり、まあ、こういう時代ではトントンさんがやられてる YouTube っていうものがあって、ユーザーさんがいて、うん、あのたくさん来たいっていう人がいるところにちゃんとあの答えてあげられる呉服屋さんなりメーカーさんなりっていうのが、今の時代ならちゃんと作っていけるんだろうなと思って、実際この話の前にあのモタハンさんの方でレースの着物が作れないかっていうのでレース工場に一回相談されたことあるんですよね。そうですね、やっぱり自分たちでどうにかオリジナルで、うん、あの商品というものづくりをしていきたいなと思っていて、でレースっていうのはどうしても女性のイメージが強かったので、うん、僕はやっぱ男でこうやって着物を着ているのでオリジナルで作れないか、レースってやっぱ福井でも織物の産地なので、うん、レースの工場 もちろんあったので、うん、でたまたまあの近所でお声かけいただいたレース工場さんのところに行ったんですけど、やっぱりその僕ら一社で賄える生地の量ではないですし、やっぱり、まあ、今回こうやって見せてもらってレースの生地とは違う、今は現代的なレース生地になるので、それこそ、まあ、地が厚かったり、まあ、こういうちょっと透け感がなかったりっていうのはもちろんあるので、あ、ちょっと僕ら一緒で今の僕らの力では無理だなっていうところがあって、こんな時にやっぱりトントンさんがちょうどそれが1年ぐらい前なんですけど、はい、お声かけいただいたのはちょっと運命かなって感じちゃいましたね。そうやね、うん、私もずっと洋裁畑にいた人間だから、レースはよくいろいろ素材として扱ってたし、学生の時ドレスも作ったりもしてたから、うん、あの今出回ってるレースが、まあ、これだけ穴開けたら絶対破ける生地が、うんうん、それぐらいしか刺繍ができない、うん、こんだけ刺繍の糸使わないとこれだけの穴を支えれないから、洗濯にも耐えれないから、でかといって穴の開いてないレースが洗濯にこれよりも耐えるかって言ったら逆に耐えれなくて、うん、やっぱり糸数が少ないから1本ほつけるともうパーって、うん、なりやすいし、うん、そういうのはよく見てたし、うんうん、だからこれぐらい強くないと逆に着物として私は怖いなと思うんですよ、ね、しっかりしてる、うん、そう、だからやっぱ着物って膝つくから、うん、あのズボンの生地ぐらい強度がないと怖いんですよね、うん、作るものとして。そうですね、膝が出ちゃいますしね、う
お尻もこっちもめめけるし、めめけるみってなるし、みってなっちゃいますから。そうだから、それを考えるとやっぱりしっかり糸でこう縫い込まれてる感じの、もう刺繍がしっかりされた上で穴が開いてるっていうレースが、もう探して探してなくて結局見つけてくれたのがマネージャーだったっていうね。そうですよね、うん、そうなんです。それが北陸で、そう北陸 で、しかも親部で、はい、今日ね一緒にレース工場の、うん、あの社長さん夫婦とうちらとねお蕎麦屋さんに行ったんですけど、うんうん、ちょうどね富山県ナンバー、石川県ナンバー、うん、福井県ナンバーって並んでね、なんかちょっと嬉しかった。そう、うん、みんな夫婦で動いてね、そうそうそう、平日の広場にね、なんかいい雰囲気だな。いやだからもうね、ちょっと合コンに近い。でも洋服2体着物4って怪しい。怪しい。地元の人もちょっと ね、なんかあれ何が起きたみたいな。いやもうこうなったらね、無理やりにでもテリーナの社長さんに来てもらうしかない。愛妻家協会に入って入会してもらわないとですね。そうやね、はい、はい、作ってプレゼントしてあげるぐらいの。あ、そうやね。ひらがなでテリーナ。なんでカタカナ。僕モタハンなんで。マジでか。と、はい、いうことで、はい、はい、モタハンさんの方で、まあ、そうです、まだいろいろと乗り越えなければいけない山もありますけれども、モタハンさん自体がね、はい、もともとネットショップで商売なされてないん で、ね、今からいろいろ開店準備をしなきゃいけないのとか、うん、頑張ります。本当に頑張ります。寝ずの正月を迎えることでしょう。あ、でももともと正月は寝ないですね。そうやね、日付ね。そうですね。あれなんですよ、すっごい今ね、すっごい綺麗な振り袖がいっぱい、はいはい、本当に福井県は土地柄的にちゃんとした着物は、そうですね、フォーマルの需要が、ね、うん、需要が高いんで、もう着付けも一生懸命されてる。そうですね、日本で唯一喪服が売れる県みたいなふうに言われてるぐらいなので。そう、新幹線来てないですかね。届かないんだよね、なかなか。ちゃんとね、そうですね、今ね、届いてないですね、まだ届いてない、今積んどる状態。まだ線来てない。レンガ積んでる、レンガ積んどる状態になっとるけど、まだまだ。あ、何の話でしたっけ。あと帯ね、うん、あと帯、うん、帯がやっぱりペラ帯を皆さん探してらっしゃって、ない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 、ね、ペラ帯はどれだけペラなんだみたいな話とかをいろいろしていて、うん、あとペラ帯って検索しても出てきません。それは出てこないです。造語です。今年できた造語です。はい、こちらですね。でこのペラ帯を元に、作ってもらえるという会社が風景にありました。ありました。大手ですよね。大手ですね、大手ですね。イケメン社長さんがいいよって言ってくださったんで、それでやったって。言葉に甘えて、はい。普通はいっぱい作らなきゃいけないと思うんだけど、なんか面白いことしてるみたいだからいいよって感じで。そうそう、だから会社にもね、YouTuber の方が来ますと、ざわざわしてましたよね。なんやですけど。本当は。ただの人が来たね、ざわざわして、ざわつきが、YouTuber 来るらしいぞって、ざわつきが半端なかったんだけど、挨拶がファンやみたいな、あ、お疲れ様です、声高い、声高い、すいませんみたいな感じで、工場に、あそこもすごい工場ですよね、本当。そうですね、素敵な工場、ものづくりとしてはね、うん、すごい素晴らしい。まさかこんな近くに、まあ、博多でっていう話もあったんですけど、うん、そうなんです。まあこの博多織りに近い形で、そ風害も締め心地も近い形で、うん、復活、似たようなものを作ってもらえるということで、素材ももちろん証券、はい、でなんでこちらも、今色をどうしようかっていう話をしてて、うんね、こちらの話はすごく早かったですね。早かったね、うん、先にできてしまい、そうそうそう、勢い。で, できるよみたいなね感じ。そうだ、これも歯止めかけないんですけど、もともと伊達締め作られてるからね。そうそうそう、だから伊達締めのもうちょっと硬いのでいいんじゃないみたいな、うん、そうですね、感じで幅広くしてっていう感じ。そう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 、でちょっと厚み作ろうかみたいな話とかをして、うん、すごく話が
あの今はもう量産されてるかもしれないけど、本当にキャリアとしてしっかりやられてた、うん、ものづくりをされてた社長さんなんで、うん、話がすごく早くて、うん、技術力もね高いですし、うん、高いですし、まあ、技術力が高くて量産を考えないとあんな風にはならないと思うんですよね、うん、作ったことがない人があんな会社にはできないと思う、うんはいはい、だけどね問題はロットなんですよ。これが10本、はいはい、20本っていうわけにはいかないので、まあいろいろとねお話はさせてもらったんですけど、うん、一応は400本ぐらいは作んなきゃダメだと、うんうん、でもあれだよね、確か SML とかは切るから別にいいよって言って、ああ長さは調整できると言ってましたね、うんうん、だからちょっと分かんないけど 3m60 と 4m と 4m20 って声が多いんですよ。だからその3種類で400本集まればいけるという流れになりそうです。うん、ただ柄ですよね。そうそうそう、オリジナルでね、それでいいんじゃないの柄ダメこれ復刻させる完全にこれ復刻でダメか。だから端っこ の, あの仕立てはこのなんかミシンでバーって縫うので、はい、もうそのまますぐ届けお届けそのサイズでっていう形で、うんうんうん、っていう話をしてくださってたんで、うん、ミシン縫いまでしてくださるそうなんで、うん、届いてからあのこう端どうしたらいいのみたいな不愉快な思いにはならなくて、すぐとお客様がすぐ使える、すぐ使えるっていう。だから 3m60 が S で 4m が M で 4m20 が L だとすれば、うん、S が何本、M が何本、うん、L が何本で合わせて400本ぐらいになれば注文できるみたいなところまではいってる。あとはその 400本売るとして400人欲しい人が同じ柄にしなきゃいけないってことなんですよ、うん、だから柄をどうするかっていうのをどうしたらいいですか。やっぱり投票ですか。投票で、投票かどうかわかんないけど、とりあえず今思ってるのが、さっきあの見せてくれた真ん中に柄がなくって、端っこに、あ、元ハンさんストック。これ？そう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 、こういう感じが分かりやすいかなって、レースの着物にどう最初合わせるから。じゃあもうこれにしよう。で、早い。こっちの方が近いですかね。これ私持ってるやつの色違いだ、完全に。え？何色のこれ。あー、ほんとだ。これあれだ、一番人気あるやつだ、うん、一番人気あるやつだよ。このこれは袋持ってますか。うん、袋、袋、うん、昔から使ってるやつで、うん、一番こんなんが使いやすいって言ってた例のこの帯です。あー、そうなんですか。でもデザインイメージ的には近いですよね。これ本当はヤバネがいいんだけど、ヤバネだと高くなるのかねとかって話してて、あー、うん、ラインよりも、そう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 、ラインヤバネは作ってますけど、ライン、あのヤバネがダメだったらこういう感じで真ん中がなくして、こう同じ幅がいいなっていう話をしてたんですよ。同じ色でそのなんていうのかな、対象でっていう風な形にしたらどうかなと思って、でまあここの中の色がこんな感じの色、あれと一緒でいいんじゃない？ダメ？あ、これの、うん、色違いのこの場所、そうそうそう、ダメですか？あ、ここがこのめちゃくちゃ、いやこれね、いや違うんですよ。分からなくなる。もうみんなやっぱりそれぞれ好みがあるから、そうそうそう、まとまらないんですよ多分。まとまんなくはなるね、うん、絶対なると思う。いや、一人は濃い色が欲しいって言ったら、うん、もう片方の人はベージュっぽいのがいいとかって絶対なる。青がいいとか、ね、青がいいとかなるじゃない、うん、なるね。そしたらそう、青じゃ作るにして400人集めなきゃ作れないってことなんですよ、うん、だったらもうこれって決めてしまった方が、それに賛同していただける方を400人集まって一緒に作るっていう方が現実的じゃないですか、うん。そうかそうそうそう、こういう感じやね。完全無視ね。うん、この真ん中がこの色が多分一番着物が黒いから合わせやすいのかなっていう感じですね。だからあれの色合いでいいじゃん、うんうん、今持ってるこれの色違いのやつ、うんうんうん、で、ここに矢羽柄が入ったら最高って感じかな。それはとね、入ったら、そしたら一色でも、うん、あの矢羽だとちょっと
ね、見栄えがいいから。うん、それでこれがラインだったら本当にあの緑黄色で終わっちゃうとちょっと寂しいから、うん、こういうヤバネ柄が入るんだったら、うん、そのうん、そうね、うん、緑でこの色この色みたいな感じで、うん、あ、その色の配色でこう作るってことですね、うんうんうん、まず一発それで賛同していただける方を集めて作ってみて作れてたのね、うん、でその次にじゃあ別の色作ろうかっていう流れで作ればいいんじゃないかな、うん、やっぱりなんていうのかな、今までだったら呉服屋さんがガーってこう抱えてしまって売れるか売れないかわからないものをこれいかがですかって売ってたわけで、そのやり方だとどうしてもオリジナルは作れないから400人集まって初めて作れるので、うん、日本側にして太い矢羽根じゃなくて、うん、細い矢羽根で、うん、細い矢羽根日本にして、うん、でなんかこう緑と薄緑とかなんかまあ似たような、うん、色これと一緒じゃない？違う？これうん、一緒だよね、こういう配色を残るの好きだねこういうのがいい、便利なのね、色合わせしやすくてすごく。それで一回デザインのイメージを作ってもらう、うん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 、感じ的にはこんな感じ、そう色合いがこういう感じになりますけどね、色合いがこの色合いで柄がここの柄な感じかな、うんうん、が一番多分ね何歳の方でも使いやすいんじゃないかなと思うんですよね。あとペラ帯なんで季節感問わず使えるんで、はい、うん、こんな感じで考えておりますので、うん、はい、皆様ご検討ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。何がよろしくお願いしますか分かりませんけれども、はい、と、はい、いうことで、はい、はい、もうあの、A ちゃんを迎えに行かないと。すいません、時計を気にしちゃいました。はいはいはい、そうです、息子を迎えに行くんです。はい、はいはい、それでは皆様、あの、モタハンさんのこれから応援してみてください。なんか三本締めになってよろしくお願いします。これね、あのレースの着物とペラ帯については粛々とこう進めていって、はい、そうなんです、また販売に近づいたらご報告、うんうん、はい、そうですね、なるべく早く届けられるように、うん、はい、いくらぐらいになるのかも含めてね、そうですね、おいくら万円、おいくら万円って多分書かれてるんで、きっと、うん、頑張ります、はい、ということで、はい、よろしくお願いします。何せあの全部初めてなので、あのちょっとずつみんな頑張ってるので温かい目で見守ってください。はい、よろしくお願いします。起きるよ、完璧がいます。40分ぐらいありますか？そこ全部睡眠に使っちゃった。かわいい、かわいい、かわいい、これいろいろできそうじゃん、これ恐竜できそうだな。恐竜シュー、恐竜シュー、なんでなんで誰が使うのしようこれ、あの、ほんとや、かわいい、まさきの方がおそうですか、あ、そうなんですか、すごい、かわいい、すっごい、すっごいいいレースなの、あ、かわいい、私これもネットで買った、これ確か、かわいい、かわいい、これあれですね、無地の帯とかに刺繍して、そう、ほんとや、似てますよね、あ、かわいい、やめてくださいよ、かわいい、お父さん、刺繍でドラえもん作ってもらったらいい、ドラえもん、それ、半券の欲しいけど、藤子プロに言わないとダメだ、欲しいけど、みたいな、しょうがないから全部竹とコプター型とか、竹コプターっぽいやつですね、空飛べる系のやつ、そう、で、ここ全部で、ね、竹コプター黄色いやつ、ね、襟全部全部、飛べそう、俺飛んでいきそうみたいな、こんなん簡単に作れちゃうんですかね、こんな、いや簡単ではないでしょう、今一緒にできるっておっしゃっとったよ、あれですか、溶けるあの紙かなんかの上にやってってことですよね、すごいかわいいの、かわいいのしかないじゃん、かわいい、なんか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 
を入れるところを空になってるじゃん。それを全部柄によってこう糸を入れてって針刺してってやってんだなと思ってたらこれになるんだよね。めっちゃ大変やんこれ。これは小さくなるわ。手作業で何も考えずにここの穴に入れるってだけで大変な作業だと思う。大変だわ。とりあえず縫いました。これ6本で、針6本でちょうど1枚。でここちょっとこれよりも一つ針分一つ広いんですわ。はい。それによってこの分かれてるんです。でこれもこの針も一本一本刺していくってことですか、手で。そうそうそう、手で。大変だ。手でつけて。なんでずっと見とるの？いや、ほら、好きなのデザインフリーハンドでしてる方がいるっておっしゃってたから、うん、どうやったらフリーハンドなんでもベースのデザインとして可能なやつと可能じゃないやつって針の動きだから、はいはいはい、だからそれをイメージしてる。そうだよね。だから一筆書きでつながるように絵を考えればできるのかなっていうのを見てた。で自分の頭の中でちょっと妄想してた。しない？しない。